はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。7月21日の日曜日でございまして、日曜日なんでね、電話かかってきません、メールも来ません。まあ最近ウィークデーでもね、電話もメールも来なくなりましたけど、だんだん世間に忘れられていますんで62歳です。今日21日でしょ、25日私の誕生日なんですね。そこで62歳になりますけども、実感がない僕がね、どうでしょう、若い頃、ね、20代とか30代の頃って62って完璧なじじいでしたよね。60が定年でしたからね、僕の若い頃は。で、定年過ぎの親父ですよね、62って。で、どうでしょう、30代ぐらいになってですね、65が定年になりましたね。で、あのクソじじいまだおるやんみたいな、60定年ちゃうのって。もう役職定年になってね、部長とかを辞めさせられてですね、平になってんの、まだあのじじいを座っとるやんぞとか言うのは言いましたけど、私今それですいや僕サラリーマンちゃうしね。で、自分がそこのそういうじじいの仲間になったというか、あれが実感がね薄いですね。なんでやろうと。まあそもそも組織に属していないんでですね。で、じゃあ5年前とお前やってること同じか違うかって言ったらほぼ同じです。ただやっぱりね、5年分元気がなくなってるんでね、活動量はちょっと落ちた感じがしますね。2、3割落ちたかなっていう感じ。原稿書かなくなりましたからね。まあ原稿依頼がなくなったというか、積極的に原稿を書きたいという気持ちがなくなったのはありますけどね。本も書いてませんからね、このコロナ始まってから。コロナ始まって最初の年はちょっと書きましたけど、最近はですね、監修で今一冊進めていますけども、それは適当ですね。適当、監修なんでね、時々チェックが回ってきて、はーいとかでチェックしてるだけですけどはい、そんなアホなこと言うてると。本題いきましょう。本題もう2分も過ぎてしまうので行きますよ。これは時事.com ですね。はい、時事.com。昨日の午前中に出た記事ですね。自動車関税最大 200%、 金利下げるトランプ氏という、ちょっと読みますね。タイトルだけではわからないんで。トランプ前、米大統領は指名受託演説で、米国外で生産された自動車に最大 200% の関税をかける方針を打ち出した。仮に 200% の関税かけられると、アメリカではほぼ売れなくなります。日本で生産されたトヨタ自動車のですね、あらゆる車が 200% って、要は3倍になるっていうことですからね。日本で500万で売ってるの1500万だったら、もうそんなもんね、もうほぼ無理でしょう。だからですね、ほぼ売れなくなります。続けますね。減税に取り組む一方、インフレ危機を終わらせ金利を低下させる意向も表明した。ここが重要なんです。金利を低下させる、アメリカの金利が低下する、つまりアメリカの金利が低下するということは、ですね、円安から円高になるということなんです。まあね、これらの政策には矛盾する要素もあり、大統領選後の経済政策をめぐる不透明感を強めそうだと。トランプさんは基本的に不動産屋なんです、あいつ。今77歳か。ああですね、78歳とかな、まあいいんですけど、終わったら80代になってるんですね、きっとバイデンさんと同じです。でですね、大統領になったのが70になった頃やったんですよ。つまり彼の一生はほとんど不動産屋なんですね。で、彼は大統領になるまでは政治家ではないんです。どっかの議員だったとかいうこともあります。彼の頭はだから不動産屋なんですよ。不動産屋というのはね、金利が低いのを喜ぶんですよ。金利が低い方だな、お金借りやすいでしょ。お金借りやすいということは、不動産の取引が活発になるんですよ。で、不動産屋というのは、不動産の取引が活発になった方が儲かるんですよ。当たり前ですけどね、売ったり買ったりが増えるわけでしょ。誰も売ったり買ったりしてくれへんやんって言ったら、不動産儲からへんねん。不動産はじーっと何にも動きないやんみたいになるわけですよ。まあ自分で買ったり売ったりするのもありますけど、仲介というのもありますから、それは手数料が入ってくるでしょ。いや、不動産動かなあかんわけですよ。不動産が動くためには金利は下がってる方がいいわけで、低い方がいいわけであって、いや、彼は金利を下げることの信者なんですよ。だから彼は在任中に FRB にですね、金利下げろ下げろっていう圧力をかけ続けたんですよね。
で、今ね、今下げたらあかんって、彼は言ってるわけですよ。バイデン政権の間には下げるなと。俺が大統領だったら下げるんやということを言うてる。露骨ですよ。ものすごい露骨ですよ。まあ、金利下げたら景気屋で良くなるって彼は分かってるんですよ、本能的に。だから自分が大統領だったらですね、金利を下げると。交換税の脅しは自動車生産の国内回帰を推し進め、雇用を創出する狙いがあると。で、彼の頭はですね、まあ、1970年代から80年代で止まっています。つまり、日本や中国、その他のですね、こう、品質の高くて価格が安い製品がアメリカに入ってきたから、アメリカの労働者はみんな仕事を奪われたと。この80年代感覚の頭での止まってるんですよ。だからですね、200% の関税をかければですね、アメリカに雇用が戻ってくるというふうに信じています。これはまあ、ある意味その通りなところもあるんですけど、そうするとどうなるかというとですね、アメリカ人ってあまり物を作るの得意ちゃうんですよね、移民も含めて。で、物を作る工場を管理するのも得意ではないんです。それは東アジア人の方が得意です。日本人が一番得意だと思いますけど。まあ、中国人や韓国人もそれはある程度得意なんですね。だからどんどん工場を作ってるわけですけどもですね、彼の頭の中はですね、もうなんていうか、いまだに日本や韓国や中国から大量の工業製品が流れ込んでいて、アメリカの雇用を奪ってるというふうにこう思っているんで、だからそれを関税をかければ止められると。まあ、あるレベルではそうですね。例えば中国の EV なんかはですね、200% の関税かけられたらほぼアメリカでは売れなくなりますからね。で、どうしても売りたいんだったらアメリカに工場を作れと。アメリカに工場を作ればそこで少なくとも雇用が確保される。雇用が確保されるとそいつら自分に投票してくれるという、そういう感覚なわけですね。トランプ氏は飲食店店員へのチップの非課税な、かなど労働者への大幅な減税にも意欲を示した。つまり彼は最近こう言動を少しずらしてきましてですね。そもそもですね、彼は共和党の大統領候補でしょ。で、民主党はバイデンでしょ。で、その労働者階級に人気あるのは民主党なんですね。共和党って金持ちの政党というふうに見なされるところがあります。金持ちや中間層の真面目な人たちの政党というイメージなんですね。でもトランプは全国民の大統領になると最近宣言しました。全国民ってのはその貧しい人たちも含むわけです。貧しい人たちがですね、飲食店のですね、レストランとかのウェイターやウェイトレスになっていてですね、彼らのチップ、彼らはチップで半分生きてるんですけども、そのチップへの課税はしないと。そうするとウェイターやウェイトレス、ええやん、トランプええやんってなってですね、投票するかもしれないでしょ。それを狙ってるんですよ。ただ、やみくもな減税は需要をさらに押し上げ、インフレ圧力を高める恐れがあると。まあまあね、税収減による財政が一段と悪化すれば、中長期的な金利上昇を招く公算が大きいと。こうした中、金利を下げるために、大統領就任時のように、連邦準備制度理事会 FRB への露骨な利下げ要求を繰り返せば、物価安定の要である金融政策の信任をかえって損なう恐れがあると。この書いてある人は真面目ですね。まあその通りですよ。gg.com ですね。まあ、今だからですね、トランプは人気取りでいろんなことを言うわけですね。まあ、矛盾をしてます。ある意味矛盾をしてますけどもね。それでですね、彼は気候変動対策はですね、緑の新たな詐欺。いわゆる環境政策に対して彼らが反対で、EV の推進は充電網の整備などに多額のコストがかかるとし、就任初日に終わらせると。つまりですね、EV なんかいらんねんという、イーロン・マスクいっぱい献金してくれてるのどうすんのあれみたいなんですけど、就任初日に終わらせると。さらに石油など化石燃料の生産促進によりエネルギー価格を安を促し、原油安くなりますよ、期待してる。あのね、原油が安くなるとね、一番困る国はロシアなん、実は。もちろんサウジアラビアも困りますよ。でもですね、原油が安くなるとですね、ロシアは困って、それがですね、ウクライナ戦争を早く終わらせるきっかけになるかもしれません。しかし、面白くなってきましたね、トランプ。いや、暴れ回るというイメージがありますね。はい。ということで、この gg.com のですね、読みました。大体読みましたよ。9割ぐらい読んでます。飛ばしですけども。途中飛ばしましたけど、9割ぐらい読みました。なんで、今貼っときますね。はい。自動車関税最大 200% と。
という記事でございます。皆さんどうもありがとうございました。